皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけみです。今回は慢性炎症が激増し老化がどんどん加速してしまう最悪の食習慣トップ5と題して、科学的根拠にしっかりと基づいて慢性炎症が激増し老化がどんどん加速してしまう恐ろしき食習慣を世界一わかりやすく皆様にお伝えしていきたいと思っています。さてこれを聞いている皆様ならば、最近やたらと炎症というワードを耳にするなぁと思っているかもしれません。私の動画ではもちろんのこと、様々な医師による情報発信や様々な書籍などで最近この炎症という言葉を本当にたくさん耳にするようになりました。それだけたくさん耳にするということは、やはりこの炎症というものが健康になるための大きな鍵を握っていると世界中の多くの人が認識しているからに他なりません。それにもかかわらず多くの人は炎症とは一体何なのか、そしてなぜ炎症がこれほど話題になっているのかということを完全に理解していません。ですからまずは炎症と老化を促進する最悪の食習慣を具体的に解説する前に、炎症とは何かという超重要な知識をサクッと皆様に理解しておいてほしいと思います。炎症には一時的な急性炎症とゆっくり持続する慢性炎症のこの2種類があります。それぞれについてサクッと解説しましょう。まずは急性炎症について解説します。急性炎症とは怪我や刺激に対する迅速かつ必要な免疫反応のことであります。このタイプの炎症の例としましては、傷や炎症のある部位の周囲に腫れが起こったり赤みが出たり痛みを持ったり熱を持ったりするものになります。例えば蜂に刺された時に赤く腫れてしまったり、あなたがすっ転んで膝を強く打った時にそこが赤く腫れますよね。ああいうものが急性炎症になります。この急性炎症は通常数日から数週間でしっかりと収まり、あくまでも一時的なものであるというのが特徴になります。この急性炎症は怪我や刺激を受けた部分が迅速に回復するために絶対に必要な免疫反応であります。その一方で非常に恐ろしく厄介であると考えられているのが慢性炎症になります。一般的によく言われているような炎症が危険、炎症が危険という場合の炎症はこの慢性炎症を指しております。慢性炎症は数ヶ月から数年にわたって起こる長期的な炎症になります。人によってはもっと長い間体内でじわじわとこの慢性炎症が起こっているケースもあります。慢性炎症の状態では体内では低レベルの炎症反応が続いており、じわじわと小さな火事があちこちで起こっているような状態です。この状態は健康に大きな影響を与えてしまうということで非常に危険視されております。慢性炎症の一般的な原因としましては感染症、そして体に悪い食べ物、運動不足、睡眠不足などがあり、ストレスも慢性炎症の発症につながるということが分かっています。この慢性炎症の影響は非常に広い範囲に及び、謎の疲労感、関節痛、体重増加、頭痛、消化器系の問題、メンタルの落ち込みなどといった不調などの本当に様々な症状を引き起こしてしまいます。そしてこのような症状に対処せず放置しておくと、心臓病、がん、糖尿病、関節炎など多くの病気のリスクを高める可能性が指摘されているんです。さらに2019年に行われた研究によると、何ヶ月も何年にもわたる慢性炎症は心血管疾患、がん、2型糖尿病、腎臓病、自己免疫疾患、非アルコール性脂肪肝疾患などの炎症が原因となって起こる様々な疾患を引き起こす可能性が指摘されているんです。まあね、ちょっとごちゃごちゃと言ってしまいましたが、要するに慢性炎症という体のあちこちで起こっている小さな火事を発端として、いろんな不快な症状が現れる、そしてその症状を放置しているとさらに状況が悪化し、様々な病気のリスクが
高まってしまうというわけなんです。ですからこれを聞いている皆さんには、この危険な慢性炎症を一刻も早く抑える努力をしっかりとやっていただきたいと思うわけなんです。火事も小さなうちならば消すのは非常に簡単ですが、一度大きく燃え広がってしまった火事は消すのがなかなか大変になってしまいます。ですから早め早めのうちに対処しておくということが最も重要となってくるんです。慢性炎症は最初は小さくくすぶっているだけですが、徐々に広がって大きくなり、取り返しのつかないほどの大火事になってしまいます。そしてそれこそが病気や老化なんです。慢性炎症が病気だけでなく老化のスピードを加速させてしまうということも、今では様々な研究によって明らかになっております。実際にいつまでも若々しく長生きしている人の体内では炎症が普通の人よりも少ないということが分かっております。逆に体内の炎症が多い人は長生きすることができず、老化も加速してしまうので本当に要注意なんです。そしてこの慢性炎症は自覚症状がほとんどないというのが非常に厄介な点であります。だからあなたの体に今現れている様々な不調や老化が慢性炎症によって引き起こされているなんて、まさか夢にも思わず、私たちはなかなか気づくことができないんです。今日はなんとなく調子が悪いなとか、なんとなく最近疲れやすいな、メンタルが不安定だなといったなんとなくの症状だからこそ、それが慢性炎症によって引き起こされているということがなかなかわからないというわけです。そしてさらに厄介なことに、慢性炎症は放置すると気づかないうちに増殖し、体のあちこちに飛び火して、体のあちこちで炎症を引き起こしてしまいます。まさに火事が全身に燃え広がっていくようなイメージになります。一刻も早くあなたの体内で起こっている火事を止めなければいけません。現代には本当に慢性炎症を引き起こしてしまう原因で満ち溢れております。ですから普通に何の対策もせずに暮らしているあなたの体内には慢性炎症が起こっている可能性が非常に高いと言えます。ではあなたの中で起こっているこの慢性炎症を鎮めるにはどうすればよいのでしょうか。それはつまり食習慣に気を使うことであります。もちろん他にも慢性炎症の原因はあるんですが、あなたが口にする食べ物こそが最も大きな影響を及ぼしますから、まずは慢性炎症を抑えるための第一歩として食習慣にメスを入れていくということが重要なんです。世の中には炎症を引き起こしてしまう食べ物、逆に炎症を抑えてくれる食べ物というのが存在しますから、こういった炎症という観点から食べ物を選択するということが極めて重要になってくるんです。炎症を抑えてくれるような食べ物を食べるということももちろん重要なんですが、まずは炎症を引き起こし老化を加速させる最悪の食習慣を捨てることが最も大きな効果を発揮してくれることでしょう。というわけで、これから慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣を具体的に紹介しておきたいと思います。最初にまとめて発表しておくと、それは次の5つになります。慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、 1.AGE 食品を食べている、 2.15 分以内に食事が終わっている、 3.オメガ3 が付属している、4. 食物繊維が不足している、 5. 老化を促進する劇薬を飲んでいる。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきたいと思います。また単に慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣を紹介するだけでなく、それを題材としてそれに関連した生活に役立つ様々なものに応用可能な健康知識も同時に習得できるように動画を作っておりますから、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではまず一つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、 AGE 食品を食べているから解説をスタートしていきます。さてこれを聞いている健康リテラシーの高い皆さんならば、炎症というワードに加えて AGE というワードも本当に最近よく耳にするということを実感しているでしょう。
AGE とは透過というプロセスによって生み出される厄介な物質のことであります。透過というのは糖とタンパク質が結びついて劣化してしまうことを言います。透過の過程で糖の分子がタンパク質の分子に結合し AGE が形成されます。そしてこの AGE が体内に蓄積されると細胞や組織にダメージを与え、さまざまな健康被害をもたらしてしまう可能性が近年特に危険視されているというわけなんです。例えばこの AGE があなたの体内に多く蓄積してしまうと老化が加速しやすくなり、加齢に伴うさまざまな病気の引き金になってしまうと考えられております。もちろん年を取るにつれて徐々に体内にこの AGE が蓄積していってしまうんですが、もちろんその蓄積する量には大きな個人差があります。当然のことながら糖分や脂肪分、生成された炭水化物などをバクバクと普段から食べている人は体内でどんどん糖とタンパク質が結合し AGE が生み出されてしまうので、普通の人よりもたくさん AGE が蓄積してしまうということになるでしょう。ですが健康的な食習慣を送っている人ならば AGE が普通の人に比べてなかなか蓄積しにくいため、老化スピードだって遅くなりますし、病気のリスクだって低くなるという至極当たり前のことなんです。さらに AGE はタンパク質を傷つけ遺伝子発現を変化させることによって老化現象に関与しているとも考えられております。またこの AGE は寿命にも大きく関係しているということが研究によって明らかになってきているんです。7万人以上を対象とした研究によると AGE の蓄積が多いグループでは糖尿病や心臓病になんと3倍かかりやすくなってしまい、さらには死亡リスクが5倍に跳ね上がってしまい、寿命が短くなってしまうということが分かっています。その他の研究でも血中 AGE 値が高いと死亡率が上がるということが分かっているんです。さてどうでしょうか。このような研究を聞けば AGE というものがいかに恐ろしいものなのかが手に取るように分かるかと思います。そして一旦体内にこの AGE が蓄積してしまうと体の抗酸化機能が低下してしまい、活性酸素が増えて体のあちこちで慢性炎症が起こり、さらに AGE が増加して老化が進むという何とも恐ろしすぎる負のスパイラルに突入してしまいます。というわけでぜひ皆さんには AGE をできるだけ貯めないような生活を送っていただきたいと思います。もちろん AGE というのは様々なことが原因となって増加してしまいます。例えばタバコを吸ったり、アルコールをたくさん飲んだり、日焼けしすぎてしまったりすることも AGE の増加に関係しております。ですがここで私が強調したいのは AGE 食品を食べるという悪習慣は恐ろしいほどに AGE を増やしてしまうということなんです。実際に血液中の AGE の値はその人が食べた食品中の AGE の量に比例するという報告もあります。そして食品に含まれる AGE を減らすことによって血中の AGE も低くなるということが分かっております。ですからAGE がたっぷりと含まれている食品を避けるということが極めて重要なテーマになってくるんです。ではでは具体的に皆様にぜひとも避けていただきたい AGE 食品には具体的にどんなものがあるでしょうか。その代表的なものは高温で調理された食品全般になります。なぜならば AGE というのは加熱する温度が高ければ高いほどより多く発生してしまうという特徴を持っているからであります。ですから高温で調理された食品には当然のことながら AGE がたっぷりと含まれているということになるんです。この加熱する温度が高ければ高いほどたくさん AGE が発生してしまうという原則は非常に便利ですから、ぜひとも覚えておいてほしいと思います。この原則さえ知っていれば揚げ物や炒め物は高温で調理しているわけですから、 AGE という観点から好ましくない調理法であるということがわかるでしょう。また
オーブンなどで何かを焼くということも非常に温度が高くなってしまいますから AGE が大量に発生してしまいます。では加熱する温度が低くて済む調理法には一体どんなものがあるでしょうか。それはズバリ茹でる、蒸す、煮るといった調理法になります。このような調理法であれば水分を使うため100度までの加熱に抑えられ発生する AGE も少なくなるという非常に大きなメリットがあるんです。例えば同じ鶏肉料理であっても焼き鳥は水炊きのなんと6倍、そして唐揚げに至っては10倍もの AGE が発生してしまうという驚愕の事実が分かっているんです。確かに揚げ物や焼いたものが美味しくてついつい食べてしまうのは分かりますが、こういったものばっかり食べていると AGE が体内にどんどん蓄積してしまっているということをぜひ皆さんは忘れないでいただきたいと思います。ぜひ料理をするときは加熱するにしてもできるだけ低温で調理するということを日々心がけていただければ老化のスピードを抑えることができるでしょう。ちなみに私もこの低温調理というものを非常に心がけるようにしているんです。肉を焼くときであっても弱火でゆっくりとスパイスを使いながら焼いています。ぜひ皆さんも AGE の発生を抑えるため調理温度を下げていこうではありませんか。また加熱してしまうと AGE が発生してしまうということは逆に言えば生野菜や刺身など生の食品は AGE の少ない素晴らしい食品であると言えるでしょう。ぜひ皆さんサラダを食べましょう。そして魚も食べるならばやはり刺身で召し上がった方が一番健康的であると言えます。魚を食べるのならば一番いいのが刺身、その次が煮付けなどの煮物、最後に焼き魚といったイメージになるでしょう。ぜひぜひ参考にしてください。それでは高温調理された食べ物以外に AGE がたっぷりと含まれている食べ物には他にどんなものがあるでしょうか。それはつまり皆さん大好きなジャンクフードやファストフードになります。こういったものも AGE がたっぷりと含まれておりますから老化したくないと思うのであればぜひぜひ避けるようにしてほしいです。ジャンクフードやファストフードの代表的なものにはポテトチップス、フライドチキン、フライドポテトなどがありますよね。こういったものは皆さん大好きかもしれませんがこういったものには AGE がたっぷりと含まれている上に揚げ物に使われている油にも非常に大きな問題が潜んでいるということが分かっています。こういった揚げ物が作られる時に使用される油は基本的にサラダ油と呼ばれるものになります。そしてこのサラダ油にはオメガ6脂肪酸が大量に含まれてしまっているんです。このオメガ6脂肪酸は人体に炎症を引き起こしてしまうということがよく知られている油になります。なので揚げ物を食べてオメガ6脂肪酸を取りすぎてしまうと炎症が起こってその炎症によって老化が加速してしまうというわけなんです。またオメガ6脂肪酸だけでなく一般的に売られている揚げ物にはトランス脂肪酸というものが含まれております。トランス脂肪酸が悪魔の油であるということはこれを聞いている皆さんならばすでにご存知だと思います。このようにポテトチップス、フライドチキン、フライドポテトといった代表的なジャンクフードやファストフードには AGE やオメガ6脂肪酸、トランス脂肪酸など本当に様々な問題が潜んでおります。健康に悪いものがたっぷりと詰め込まれてしまっていますから、全く食べないに越したことはありません。実際約11万人を対象に20年にわたって行われた大規模かつ長期的な研究によると揚げ物をたくさん食べている参加者は全ての原因による死亡のリスクが高いということが示されました。まあそりゃそうですよね。こんなに健康に悪いものがたくさん入っているわけなんですから、そんなものをパク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 と食べていれば死亡率が上がってしまうということは簡単に想像できるかと思います。ですからこれを聞いている皆さんに一つお願いしたいことがあります。それはこういったものを食べるにしても本当に玉の贅沢にしてほしいということなんです。月に一度程度に抑えるようによろしくお願いいたします。
そしてジャンクフード、ファストフードに加えて糖質がたっぷりと含まれた甘い食べ物や甘い飲み物も当然のことながら、あなたの体内でどんどん AGE を増やしてしまいます。 AGE とは糖とタンパク質が結びついて劣化してできる物質のことですから、当然糖が血液中にたっぷりと存在していれば、それがタンパク質と結びつきやすくなって AGE がよりたくさんできるということになります。ですから血糖値を爆上げしてしまうような甘い食べ物を食べることによって、あなたの体内でどんどん AGE が作られてしまいます。ですから食べて甘いなぁと感じる食べ物はぜひ避けるようにしましょう。そして一口飲んでこれ甘いなと感じる飲み物もぜひ避けるようにしてほしいと思います。そして最も急激に血糖値を上げてしまう本当にやばいものは、甘い食べ物ではなくむしろ甘い飲み物の方であります。砂糖が溶けた液体は食べ物よりもダイレクトに私たちの血糖値を上げてしまいますから、特に甘い飲み物だけには皆さん絶対に注意してほしいと思います。皆さんも気軽にコーラとかカフェラテとか飲んでいるかもしれませんが、それはあなたを確実に老けさせ、確実に病気へと向かわせる悪魔の飲み物であるということを改めてここで確認しておきましょう。さていかがでしたでしょうか。ここまでAGE という恐ろしい物質についてかなり詳しく解説してきたので、老化や病気が嫌ならばできるだけ AGE を減らすということが絶対に必要だと分かっていただけたと思います。またお肌をいつまでも白くツヤツヤに保ちたいと思っている人もぜひこの AGE に注意してほしいです。肌のくすみってあるじゃないですか。あれは皮膚が焦げてしまったからであります。若い頃と比べ肌のトーンが暗くなってしまったのは AGE によって焦げてしまったからであります。また肌の色が茶色っぽくくすんでしまうのは肌の細胞で糖化が起こって褐色の AGE が作られたためだと考えられます。また肌のコラーゲンで糖化が起こってしまえば、コラーゲンが変性して肌の弾力が失われ、シミやシワ、たるみなどの原因となってしまいます。そして糖化によってできる AGE は細胞を傷つけます。細胞が傷つけば体の防御反応として炎症が起きます。そしてそれが日常化してしまうと慢性炎症となります。そしてその慢性炎症が謎の不調や老化、大きな病気へとつながっていくんです。ぜひここら辺で覚悟を決めて、この負のスパイラルを止めようではありませんか。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで一つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣 AGE 食品を食べているについての解説を終わりにして次に行きます。それでは次二つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、15分以内に食事が終わっているについて解説していきます。さてこれを聞いている人の中で特に忙しいビジネスパーソンの方なんかは早食いも芸のうちであるとか言ってサクッとランチを終わらせている人いないでしょうか。また忙しい人に限らずいつも15分以内に食事が終わっていますなんていう人は本当に要注意であります。例えば外食で丼物とかラーメンなどといった一品物を食べるときは多くの人が15分以内に食事を終えているのではないでしょうか。つまり早食いをしているというわけなんです。ですがこの早食いをするという習慣はめちゃくちゃ健康に悪いということが分かっているんです。実際に早食いをすることによってゆっくり食べた場合に比べて血糖値が急上昇してしまうということが分かっているんです。先ほどの AGE のところでも説明したんですが、血糖値が急上昇するということは血液の中に糖がたっぷりと溢れている状態になります。そんな状態だとどうなってしまうのか、もう皆さんお分かりですよね。糖とタンパク質がくっつきやすくなり AGE が
あなたの体内でどんどん発生してしまうというわけなんです。同じものを食べるにしても、それを何分かけて食べるのかによって血糖値の上昇というのは大きく違ってくるんです。目の前の食べ物を10分でパッと食べてしまうのか、30分ぐらいかけてゆっくり味わいながら一口一口よく噛んで食べるのかによって、あなたの健康は大きく影響を受けるんです。今早食いの習慣があるという人は、ぜひその習慣をやめましょう。そして噛む回数を増やし、一口一口味わって食べるようにしましょう。また一人で食事をしているという人は、どうしても早食いになりがちですから、なるべく誰かと一緒に食事をとるということを意識されると良いでしょう。さて、このように AGE という観点から早食いは絶対にお勧めできません。さらに AGE だけでなく、早食いをすることによって太りやすくなるということも明らかになっているんです。約1000人を5年間追跡調査した調査によると、早食いの習慣がある人が最も高い割合でメタボを発症してしまったということが分かっているんです。具体的に言うと、普通の速度で食べる人が 6.5%、 ゆっくり食べる人が 2.3%、 メタボを発症したのに比べて早食いの習慣のある人がメタボを発症した割合はなんと 11.6% であったということが分かっているんです。早食いをすることによって太ってしまうわ、血糖値が急激に上昇してしまい老化してしまうわといったことが分かっているわけなんです。その他にも早食いのデメリットはたくさん存在します。例えば、早食いをすることによって唾液の分泌量が減少し、虫歯や口臭などのリスクが高まってしまうんです。さらには早食いをすることによって、当然のことながらあなたの胃腸に負担がかかってしまいます。またこれを聞いている皆さんの中には、まあ確かに早食いが健康に悪いのは分かったよと、でも俺は多分そんなに早食いの方ではないと安心している人結構いらっしゃるかもしれません。ですが、一度しっかりと食事にかけている時間をストップウォッチかなんかで測ってみてほしいと思います。おそらくほとんどの人が自分でも気づかないうちに早食い状態に陥っていると思います。もし15分以内に食事が終わっているようであれば、もっと食事に時間をかけることがあなたの健康を守ることにつながるということをぜひ覚えておきましょう。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで2つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、15分以内に食事が終わっているについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、3つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、オメガ3が不足しているについて解説していきたいと思います。さて、このオメガ3が不足しているというのも大問題であります。糖質が多いものとか、ファストフード、ジャンクフード、あるいはラーメンや牛丼などの一品物で食事を終わらせる習慣がある人は間違いなくこのオメガ3が不足してしまっております。また普段からしっかりと自炊をしていますとか、私は結構食事に気を使っておりますという健康意識の高い人であっても、おそらくほとんどの人がこのオメガ3が不足しております。よっぽど気をつけていないとこのオメガ3は簡単に不足してしまうです。皆さんは心臓の健康のためとか、認知機能の維持のためとか、老化防止のためにオメガ3脂肪酸を摂取することが重要であると言われているのを絶対に一度は聞いたことあるでしょう。私のチャンネルでも結構何回も申し上げていることであります。オメガ3脂肪酸とは、魚介類や植物などの特定の食品に含まれている多価飽和脂肪酸であります。有名なのは魚に含まれている DHA、EPA、 さらにはクルミ、チアシード、アマニなどの植物ベースの食品に含まれている ALA などがあります。このオメガ3が超重要なんですよ皆さん。オメガ3にはうつ病、アルツハイマー病、認知症などを引き起こす慢性炎症を軽減してくれるということが研究によって明らかになっているんです。またその他の研究では、オメガ3サプリメントが体内の抗炎症物質の量を増やしてくれることによって
炎症を軽減してくれるということも分かっております。またこのオメガ3脂肪酸はうつ病などのメンタルの不調を改善してくれるという素晴らしい効果もあるんです。メンタルの健康を保つということは生きる上でめちゃくちゃ重要なテーマですよね。どんなにお金があったって、どんなに成功していたって、いつも辛そうにしている人やいつもマイナス思考に陥っている人は全く幸せそうではありません。逆にどんなに傍から見て恵まれない環境にある人であっても、本人のメンタルが健康であれば何の問題もないと言えます。メンタルの調子がいいと当然のことながら様々なことに積極的になれ、様々なことにチャレンジし経験を増やし、成功する確率が高まったり人生を楽しめる確率が大きく高まることでしょう。また当然のことながら人間関係だってうまくいきやすくなるでしょう。ところがこれを聞いている人の中に、私メンタルがちょっと弱いんですとか、すぐに落ち込みがちになるんです、ネガティブ思考からなかなか抜け出すことができないんですという人結構いらっしゃるかと思います。そのようにメンタルが安定しないとか、メンタル的に不安定になってしまうという人はオメガ3脂肪酸が不足してしまっているということが原因の可能性がありますから、オメガ3脂肪酸の摂取量を増やしてみるということをぜひお勧めいたします。実際にオメガ3脂肪酸を定期的に摂取している人はうつ病になる可能性が低いということが研究によっても明らかになっていることなんです。またうつ病や不安神経症を発症している人がオメガ3脂肪酸のサプリメントを服用し始めることによって症状が改善したということも分かっております。このオメガ3脂肪酸は脳内のセロトニンやセロトニン受容体に影響をもたらすことによって、うつ病や不安神経症といったメンタル疾患を改善してくれるのではないかと研究によって考えられているんです。またうつ病などのメンタル疾患は脳の炎症が原因であるという説が最近濃厚になってきております。そしてオメガ3脂肪酸は先ほども説明した通り炎症を抑えてくれる効果がありますから、オメガ3脂肪酸によって脳の炎症が抑えられることによってメンタル的に健康になれるのではないかということも指摘されているんです。というわけで、メンタルが弱い人、なんか最近気分が安定しないよというあなたは、ぜひオメガ3脂肪酸を積極的に摂ってみることをお勧めいたします。そしてオメガ3脂肪酸を効率的に摂取できる最高の食材はやはり魚であります。そして中でも特に青魚であります。イワシ、サンマ、サバ、アジ、マグロなどの青魚にはオメガ3脂肪酸がたっぷりと含まれていますから、ぜひこういった魚を食べて品質の良いオメガ3脂肪酸を摂取していただきたいと思います。この青魚に関してはほとんどの書籍でかなりおすすめされている本当に最強の食材と言えます。日本の書籍でも海外の書籍でもこの青魚というのは本当にね、もう分かったよというぐらいおすすめされているものですから、食べないのは非常にもったいないと思います。週に3回以上こういった青魚を摂取することができれば素晴らしいと思います。ちなみに私の場合は週に4から5回程度は青魚をきちんと摂取しております。また魚以外にも放牧卵やグラスフェッドビーフ、クルミといったものにもオメガ3脂肪酸がたっぷりと含まれているので、こういった一般的にも健康に良い食べ物をしっかりと食べることによってオメガ3を補給することが重要です。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで3つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣オメガ3が不足しているについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次4つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣食物繊維が不足しているについて解説していきたいと思います。さてお次に紹介したい最悪の食習慣は
大切な大切な食物繊維が不足してしまっているというものになります。食物繊維には水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維の2種類があり、この両方を2対1のバランスで摂取することが重要だと言われています。食物繊維に関してはかなり研究が進んでいて、たくさんのデータがすでに集まっております。例えば食物繊維の摂取量が多い人は少ない人に比べて早期死亡率が 23% 下がり、さらにがんの発症率は 17% ほど低下します。そして食物繊維の摂取量が1日 10g 増えるごとに早期の死亡率がなんと 11% ずつ減っていくということも分かっています。また9万人以上の日本人を対象とした研究で、食物繊維の摂取量が多い人は摂取量が少ない人に比べて男性で 23%、 女性で 18% 死亡リスクが低いということが分かっています。さてということはどうでしょうか。食物繊維が不足してしまうと、逆に言えば早死にしてしまうリスクが高まってしまうということになるでしょう。さらには食物繊維が不足してしまうと腸内環境が悪化してしまい、便秘をはじめとした様々な不調につながってしまうということも今では明らかになっております。逆にしっかりと食物繊維を摂取すると、その食物繊維はあなたの腸の中で善玉菌の餌となり、善玉菌の増殖を促進し、健康に様々なプラスの効果をもたらしてくれます。また食物繊維を摂取することによって満腹感が高まり、全体のカロリー摂取量が減りますから、ダイエットにも効果的であるということが様々な研究によって確かめられています。さらに食物繊維を摂取することによって血糖値の急上昇が防げるということも分かっています。何度も申し上げている通り、血糖値が急上昇してしまうと老化促進物質である AGE ができてしまいますから、食物繊維をしっかりと摂取して血糖値を上げないようにするということは極めて重要なことなんです。ではこのような大切な食物繊維を私たちは何から補えばいいのでしょうか。食物繊維を摂取するには基本的に果物と野菜をたっぷり食べるということが基本となります。皆さん、自分の食生活をここで改めて振り返ってみましょう。皆さんは新鮮な野菜や果物をしっかりと毎日食べているでしょうか。もしあなたが毎日新鮮な果物や野菜をしっかり食べられていますということならば、食物繊維をかなり補えていると考えて良いでしょう。逆に野菜や果物をほとんど食べていないという人は食物繊維が不足している可能性がほぼ 100% ですから、ここでまた意識を改めて基本に戻って野菜や果物をしっかりと食べるようにしましょう。それに加えてキノコ類や海藻類、豆類といったものも食物繊維が豊富に含まれていますから、これらも積極的に召し上がると良いでしょう。ぜひ参考にしてください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで4つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、食物繊維が不足しているについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次5つ目の慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣、老化を促進する劇薬を飲んでいるについて解説していきたいと思います。さて最後にご紹介したい老化を促進する劇薬とはズバリお酒であります。お酒についてはかなり有名な話だと思うので、サクッとだけの解説にとどめたいと思います。お酒が健康に悪いということは皆さんなんとなくは分かっているでしょうが、これまで目をつぶってきたのではないでしょうか。ここではっきりと申し上げておくと、お酒というのは非常に健康に悪いです。アルコールを摂取することによってあなたの体内で炎症が増加してしまうということが研究によって確かめられております。さらにアルコールの害というのは飲めば飲むほどどんどん比例して増えていき、過剰にアルコールを摂取することによって体内で慢性炎症のリスクが確実に増加してしまいます。また定期的にアルコールを摂取することによって腸の炎症が起こったり、腸内細菌に大きなダメージが加わってしまうということも分かっています。
他にもお酒は脳の老化にも関係していて、お酒を定期的に飲み続けることによって脳が萎縮してしまったり、認知機能が低下するということも指摘されているんです。その他にもアルコールのデメリット、ここで挙げ始めたらキリがないほどに、アルコールというのは確実にあなたの健康を蝕んでいく劇薬なんです。このようにアルコールというのは基本的にいいことなど何一つありませんから、一滴も飲まなくて済むのならば飲まないに越したことはありません。仮に飲むにしても本当の玉の楽しみぐらいにして、くれぐれも飲みすぎだけは避けるように注意してほしいです。そして飲むのならば、お酒を飲むことによってあなたは老化するリスク、病気になるリスクをしっかり背負っているんだということを考えながら飲むようにしていただければと思います。それでは本日の内容を最後にしっかりとまとめておきましょう。ポイント1、炎症は健康になる上で絶対に理解しなくてはいけない重要なテーマである。炎症には一時的な急性炎症とゆっくり持続する慢性炎症の2種類があり、恐ろしいのは慢性炎症の方である。慢性炎症は最初は小さくくすぶっているだけだが、徐々に全身に飛び火して大きくなり、取り返しのつかないほどの大火事になる。それこそが病気や老化である。ポイント2、体内の炎症が多い人は長生きすることができず、老化も加速してしまうので、一刻も早くあなたの体内で起こっている火事を消すことが重要である。まずは炎症を引き起こし老化を加速させる最悪の食習慣を捨てて火事を止めよう。ポイント3、慢性炎症が激増し老化が加速する最悪の食習慣は次の5つでした。1つ目は AGE 食品を食べていることでした。2つ目は15分以内に食事が終わっていることでした。3つ目はオメガ3が不足していることでした。4つ目は食物繊維が不足していることでした。5つ目は老化を促進する劇薬を飲んでいるということでした。本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。